はい。で、次この横ね。横ちゃん。これ結構みんなでかかったな。ちょっと細めのね。ん？これは縦のままいきますか？横にしますか？どうしよう。縦のままにするならちょっと上げますか？じゃあ上げようか。はい、動きまーす。動きますよ。いいじゃん。はい。うん、ギリギリ。ギリギリ大丈夫？この辺が若干切れてるけどいいですか？うん、いいよいいよ。はい、いいにしよう。で、だからちょっと細めのね、こういうお筆をお持ちの人は、お使いなくてもいいし、だからまあね、いつもの持ってらっしゃる筆を少し優しくタッチすることでできるかな。で、これも、例えばね、真っていう字も、ここをこう狭くなってて、ここが広くなってる。で、ここキュッと締めるから、この、なんていうの、触手みたいにさ、この辺をビヨンビヨンと、右左にこう出していくみたいに私は思うわけ。で、ここが詰まってるから、ちょっと二つさ、辺と作りの文字じゃない？だから、この下の、ここはちょっと開けて、ちょっと上とは違う。で、ここグググッと書いて、ここを広くしてあげると。で、のはちょっとね、ここにこう寄せてありますよね。っていう感じで空間が作ってあって、ほんで、まあこれはまあ縦で、これ横に持っていくよりも縦に行った方がすっきりすると思うんだよね。で、今度、ゆる2のところ、このさ、大きく書く。ゆをこう、これいける？ここ。書きました。で、ここまでゆっくり細くいっといて、ここで、ちょっと力入れてグググググっとこう、なんていうの？これを一つの文字として、パン、チャンチャンチャン、グググっとこう。っていう感じに見える。うん。で、それで2と、感じで。だから、広がり、太めに展開して、最後収めるみたいな。ゆるに、ここを普通にってこともないけど、まあ、これは第ルー書きました、2書きましたっていう方が多かったから、お筆の、この、太さ、線の太さの強弱で空間を変えていくといいよね。で、同じように、あらずも、あがこう大きく書きました、らは小さく右に寄せて、すの横でしっかりこう、横を安定させて、上からの縦を表現してますって感じに見えるよね。うん。これも真ん中に来るよりも、こっちに、右の方が私は効果的かなと思うんだけれどもね。そんな風に、展開を見てもらうといいよね。で、これも、細い太いとか、で、こういうのぐちゃぐちゃってならないように、筆路がね、しっかりと分かるような展開にする方がいいし、あとこの詩もね、参考手本はもっとこっちに入ってたと思うんだよね。ここに。で、私はあえて、ここの空間があるから、こっちにポイントラインを置いたんだよね。さっきからそんな風なことよく言ってると思うんだけど、ポイントラインをさ、自分でこういう風にさ、決めていけばいいんだよね。こっちにしてもいいし、こっちにしてもいいしさ。そうするとね、表情が取りやすくなると思うね。というところかな。文字が大きいと空間が余白が少なくなるから、太い線とか細い線とかの展開の変化が鈍るかな。なので、余白はちゃんと残しておいた方がいいよね。大きな空間の中で動いた方が、よりはっきりと太い細いの変化が表現できると思うよ。っていうとこ。ほんで何するんだったっけ？ほんで何するの？ん？